どんな形であれ中国インド両国の領土と主権をめぐる争いに介入すべきではないと強調しました。大衆による起業、万人によるイノベーションをテーマとするイノベーション活動週間が15日中国各地で始まり、李克強首相はその開幕にあたって重要な指示を出しました。李首相は大衆による起業、万人によるイノベーションの取り組みは各業界と深く融合し、市場の需要と社会のイノベーション資源と連結しており、市場の活力と社会の創造力を刺激し、原動力の入れ替えを加速させ、社会の公平と雇用拡大を促したと指摘した上で、今後も新たな発展理念を実行に移し、イノベーションによる発展の戦略を推し進め、より多くのハイレベルの成果を収めて、経済のモデルチェンジとグレードアップを支えていくべきだと強調しました。次に、内蒙古自治区オルドス市で10日間にわたって開かれた国連砂漠化対処条約第13回締約国会議が、オルドス宣言を含む5つの成果を挙げて15日に幕を下ろしました。